いろいろあると思うし、まあ、こういう植え方もあるだろうし、それこそ今まで僕もなんかこう思いがあるんですけど、今までのような松林を復活させるっていうような、まあ、そういうところも多分あった方がいいんだろうし、まあ、いろんな形でとにかく、まあ、とにかくこんだけ広いので、どれかだけでこうっていうわけにもいかないとは思うので、いろんな人がいろんな思いを持って作っていくっていう、そんな風になったら、もともとのこの松林もやっぱ住民たちがあと一生懸命植えて作った歴史のある松林だったんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、どんな木になっても地域の人とか、まあ、いろんな人が思いを込めて植えて再生していくっていう風になればいいのかなと思います。いやー、やっぱり、まあ、正直やっぱり最盛期というか、一番一日に人が入る時期は1000人とか入ることもありましたので、まあ、それに比べるとやっぱりね、物足りないというのもある反面、ただしそういう全く人が入れない期間が何ヶ月4ヶ月続いた後ですので、やっぱりグッとくるものがあります。はい、こうなんか植樹っていうのが今回なんかこう施設冒険広場さんとか井戸とか荒浜の人たちになんかどういう風な、なんか風になんか機能していけばいいっていうんですかね、なんか繋がっていけばいいと。ああ、それは僕の個人的な願いということでいいですか。はい、まあ、やっぱり結局、まあ、被災されて、まあ、避難されて、まあ、自立して謝られてる生活を立て始めてる方々もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、まあ、やっぱりなかなかいろんな諸事情でなかなかそれに手がつけられない方々もいると思うんですよ。ただそういった中で、まあ、やっぱり自分の手でこう地域を再生するというか、その自分のふるさとをその蘇らせていくということをやる機会とか場所とか雰囲気とかでもいいんですけど、まあ、実際ちょっと交通もあって来れない方々も、そうするとやっぱりね、自分誰かに作ってもらうと自分で作ってもらう作る違うじゃないですか。そういう意味で何か役に立てれば、このイベントが役に立てればいいなというのは考えています。もうずっとボランティアっていうか、一緒にプレリーダーのお手伝いを一緒にしてた感じなんですか。ああ、はい。そうです。はい、してました。それ結構週1ぐらいでやっぱり来てた。はい、週1ぐらいで来てました、ね。どう、その時のなんか冒険遊び場ってなんかご自身にとってどんなような。俺自分高校生からここに来て、はい、なんかボランティアして始めて、ちっちゃな子供がたくさんいたんですけど、なんか一緒に遊んだりするのがもう楽しかったから、よかったと、うん、いいなと、いいところだなと思いました。よかったっていうのはやっぱ自然とか多かった。ああ、自然、
も良かったし、暑い時とか風が涼しかったですね。確かに。なんか森ってやっぱすごいたくさんあったんです木が。あ、もう全体が松林に囲まれてて、今回長田でってこうあったんですけど、今日みたいにこういう機会を増やして、前みたいに松林に戻れたらいいなと思っています。皆さんどうもお疲れ様でした。食事祭の方は降りますが、これより